い回復を祈りたいですね。さあどころです。ムレ肩も強い。ではピンチで登板抑えました。三遊間よりショート藤岡二塁へ投げる。アウト。間一発。変わるのかというところもあります、ね。インサイド打ってこれはどうか。山野目取ってジャンピングストア足も競争だがアウト。ここは山野目ナイスプレー。ファインプレーなんとか。割り込んでサードバックハンドで中村拓也この送球スリーアウト。三遊間バックハンドボールを取る一塁送球一塁はアウト。これもしっかり中村すくい上げています。まあ今のは2つのファインプレーですね、はい、ということですね、はい、今宮ももうやはり逆シングルで取らないと間に合わないという判断の中で、はい、すぐに投げてショートバウンド出場6試合すべてヒット三塁線、うん、ここは松田がよく取りました。強い打球でしたが松田が怖い守備またフォアボールだけ。この三遊間バックハンドここはもう源田のプレーです。いやー前安定してますよね。安定してますね、はい、はい。インサイド逆シングルシュートヒットにはなりませんでした。ツーアウトランナーなし。逆に相手が思ってないようにこういうふうに投げていくのかね、今宮の肩完璧でした。2本続けて打っていけばね、当てるような感じになりました。踏ん張って一塁へすくい上げた中田もナイスプレー。よく取りましたね中田ね、はい、引っ張って三塁線胸ボールを取って一塁へ遠投いいボール振った一塁アウト、スリーアウト。変化球ってセカンドを横についた。一塁どうか際どいタイミングアウトになりました。強い打球だ。サードここはしかし中村。中村取ったナイスプレイ。よく取ったな。2回からやっぱり結構動かしているボールが多いですから。はい、シュートうまく取って一塁送りました。この回戦ショートこの回から高田が回っています。その高田から一塁へ。まずは5年はいずれも勝利を収めていますがセカンドへの当たり浅村から一塁へ送られました。初球から打ってセカンドランナーは三塁に進んでいきます。今度は中村が右方向のタイムリーでした。これはよく取って一塁点差どうか。これもアウトだ。 初ということになっているんですけどもこれ初球から打って6-4-3と当たってダブルプレー。今度はこちらが軽快にダブルプレーです。いやまあ、ヒット打たれた後にね、はい、初球でこういういいプレーが出るということでしょう、うん、セカンドの当たりですがここは黒川逆シングルでさばいてノックアウトになったんですよ、はい、セカンドへの当たりは杉谷の一塁送球間に合っている。ナイスプレー。さあ杉谷守備で盛り立てていきます。この回先頭を倒れてワンアウト。3分の2しか持たなかったんですけど、はいはい、1回の裏からマウンドに上がって、そのまま完投したんですよ、まあ、いわゆる負けずまたランナー出したいですよね。インサイド強い打球は逆シングル山川ベースカバーリール4歳の群れ。これも引っ張って強い当たりですがここは鈴木大地がうまくさばきました。これ高強い当たり浅村よく取って一塁送球ファインプレー。いやかなり深い位置素晴らしいプレーでした。ちょっと動けなかったですね。そうですね、ほぼ座った状態でのスローイングでしたね。で来られるようなねパフォーマンス期待したいところ。セカンド強い打球シュートを取って一塁送球ナイスプレー。うーんシュートのファインプレーありましてショートゴロか源田バックハンドから素早い送球ワンバウンド綺麗に決めてきました。源田バックハンドから、はい今日も通常営業です。逆方向取った一塁はいいプレーだ。石井が見せました。
流し打ち、ショートバウンド変わったんですが小深田取って一塁アウトです。ここは小深田リングを作れるか。速い球でいった、詰まった打球セカンド浅村、いいプレーになりました。打球はセンターへ抜けない、浅村取った、二塁はアウト、二塁アウトです。浅村いいプレーが出ました。おっと今井口監督立ち上がりどうだったんですかね。まっすぐの走りはいいと思うんですけどね、ちょっとばらつきが大きいかなというふうに思いますよね、はい、初球からいきます。ショートよく取った、一塁いい送球です。またアウトです。ナイスプレーですね。ショートの重みいいプレーです。セカンド追いついた、二塁アウト、これいいプレーでした。うん、ショートへの打球はこの前石井和成逆シングルで処理します。ファースト高浜に渡って2アウト、打ち返しました。ただセカンド嵐いいポジションからファーストに投球アウト、ノープレーを。次は40球目、ショート三遊間3人間に合うか、ホットプレイ藤岡が冷静にさばきました。ショート難しいところ、一塁どうだ、アウトです。今年はの交流戦三塁戦の頃、おギリギリいっぱい掴んだスパンジェンバーグ、ここは肩が強い、まあ、取ったらとにかくボール強いですからスパンジェンバーグ、はい、そうですね、三塁戦ギリギリすごい送球しましたね。取ったのこれ、はい、吉見さん逆シングルですよね。逆シングルで ここで踏ん張ってからも腕の力で投げます、ね、はい、でここですよ、ストライクボールです、はい、ワンアウトを取りました。実戦感覚というところでは情報が入っています。追いついた、ツーアウト目を取りました。ここはウーメンキンの追いつく、ウーメンキンサードへの打球、今度はよく取っています。野村一塁送球、ちょっと高めになりましたが、うん、間に合っています。野村のプレー、三遊間、さあ一塁へどうか、間に合ったアウト、山田のファインプレー、俊足の三森、フルカウントペイオフピッチ、サードへの打球はフェアです。栗原の送球、一塁間に合ってスリーアウト、ゲッター一塁三遊間、エチェバリア一塁へワンバウンドアウト、これは素晴らしいプレーが出ました。ショートのエチェバリア、ファーストのレアードもよく抑えました。マリンズいいプレーが出ています。セカンド浅村右回して一塁はどうか、間に合った、好プレーしっていう感じしますけどね。打ってセカンド、うまいバウンド、難しいバウンドをさばきました三森です。ワンアウト、アウト、フォーク打って三遊間、ショートボールを取る、一塁送球、いいボールを打った、ファーストゴロはランナーつかめない、うん、そして一塁へトス、うん、さあこの辺りはセカンド左、セカンドとしては上げてきました。セカンドの左、面白いコースに飛んでいますがセカンドを守っている氷ですよね。さて柳田、このセカンド左のこれもジャンピングスロー、素晴らしい、いやー氷2打者連続華麗なプレーを見せました。フーネンティン初球打ってセカンドギボ追いつく、一塁送球、間に合ってこれはコープレー、2球目打っていってセカンド追いついた、2塁ダウンを取りました。ここはセカンドの足立よく追いつきました。合わせたバッティングはサードです。2塁ダウンと1塁は1塁はセーフです。9分1セカンドゴロです。
少し逆の動きになりましたが、しっかりとまずはこの、サードへの強い打球、宗が逆シングルで取って一塁送球、ナイスプレーになりました。強い送球、ね、セカンドです。浅村バックハンド、今のあの浅村の取り方ですけれども、正面セカンド浅村追いついて一塁間に合いました。好プレー、非常に痛いですよね、はい、先ほどホームランの後藤セカンドゴロ、ランニングスロー、送球はワンバウンドスローはアウトになりました。三森ナイスプレー、ここじゃないですかね。そうですね、強い当たり、うまくさばいた。ボールと距離を取りながらセカンドの中村翔がよく掴み取りました。今西村さん、難しいところですよね。いや、難しいですよ。でましてはね、こうやって難しい打球をアウトにしてくれると、はい、球数もね、やっぱり2つアウトを取りました。おー、サード胸、サードゴロ、スリーアウト。セカンドバックハンド、カイトストライクボールを一塁送ります。ランナースタートを切っていました。ショート、これはセカンドは間に合わず、一塁送球は間に合っています。今宮のプレー、これね、はい、今宮よく取ったな。今盗塁で完全にセカンドキャンバス、盗塁とかランナースタート、強い当たりですが、このあたりうまくさばいてきます。アタッチです。ノーヒットピッチングの小島です。これもショートへの打球はエチェバリア逆シングルで取ってワンバウンドしましたが、レアードがフォロー、ナイスプレー。あとは逆シングル、ウナンティン、ナイスプレー。逆シングル3失点でマウンド降りています。藤岡待って二塁に送りましたが、強い当たりうまくさばいた。一塁送球、好プレー。9歳の紅林が20歳の宮城を救いました。しかしこのイニング、打点王、打点パリーグトップの島内にタイムリーヒットが出て楽天が先制しています。先ほどのインコース、ショートうまくさばいて二塁送球、ショートの山崎好プレーでした。体を背けるようにして見送りました。そして低めセカンド、この先間に合いました。送球間に合ってアウト。これはいつだったかというと、実はつい最近です。サードここはよく取った安田、足の辺山の上ですが、これはアウト。ここはいいフィーリングを見せました安田。取っておきたいという2回フォーク、引っ掛けです。三遊間エチバリア、ワンバンド送球、間に合いました。落ち着いたプレーです。エチバリア先方の杉本はショート、ショートへの深い当たりは谷地がセカンド、送球ナイスプレー。アミーゴ、ロドリゲスに渡って勝負しなきゃならないんで ね、まあ、そうですね。セカンドへの打球は外崎、一塁送球、足の速い西川をアウトに取っています。ワンアウト。もうオリックスの勢いというのは本当感じるようなあのあったと思いますよ、さあここは伏見、深いところだったんですが今宮、ショート深いところ、源田は一塁送球はちょっと、間に合いましたか。今ステップも一歩多いぐらいでしたけどね。そうですね、まあ、今のこうステップの多さっていうのは、はい、まあ、佐藤選手の走力と打球の速さで自分のバランスを多分頭に入れてあえて、このボールでしたがファースト山川取ってカバーに入った渡辺に当たっています。5回まで強い打球、エチェバリアよく取った、一塁アウト。まあ、これぐらいは朝飯前ですか。いやでもうまいですよね今のこうね、ハンドリングもこう体を半身にしてバウンド合わせにいって取ってからもやっぱ速いですし、強い球、二遊間かセカンドスカット、ナイスプレーだ。一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレー。これはナイスプレー、綺麗な併殺でしたね今の。素晴らしいですね、浅村選手の動きのこのコースもそうですけど、強く打ってセカンドをうまくさばいた、外崎華麗にさばきました。今日は今度もカーブ、1、2塁間よく取った、抑えた、レアードにも好プレーが出ました。
今日はロッテ好プレー連発。岡の次は今度はレアードがよく抑えました。最近レアードもファーストの守備でちょっとバタついてたんでね。おい、三塁線藤岡つかんで二塁送球、一塁はどうか、一塁は判定はセーフになりました。一二塁間、山川ベースカバー、おーナイスコンビネーションでした。この打球が三塁線、松田一塁送球、マニアカート、打球はセカンドの横、川島セカンドへ送って、二塁はフォースアウト。バッター三塁線はサードが取って、一塁ワンバウンド、ファーストの中村よくすくい上げました。ツーアウトです。先ほど隅谷が盗塁失敗、初球を打ってファーストゴロ、山川取っているんですから、キャンパスワンアウトです。先頭バッター辰巳、いい当たりでしたけども、ファーストゴロで終わりました。バッターボックスは9番の清水です。セカンドへの打球は、ここは山足が変わって入っています。ナイスプレー、逆シングルで取って、セカンドバックハンド、二塁へとして、そして一塁も送ってダブルプレーという形を作りました。ムネティン逆方向、胸が取って振り向いて一塁へ、ワンアウト、飛んで、今も当たりは痛烈、ヒット性の打球でした。ウーネンティン胸がボールを取って一塁送球です。ボール引っ張ってきた、サードゴロ、真正面で八千がバックハンド取りまして、ここは先頭打者アーチ、7点を迎えてますけども、セカンド取った、いいプレーでした。セカンド三森好プレー、ツーアウト、今強い、ファーストが抑えます。レスカバーピッチャーが入って、臨時ファーストゴロ、ツーアウトです。これファーストのリチャードもこれからないといけないですよね。はい、打ち返したがどうだ、落とした、拾って一塁へ、一塁アウト、セカンドは引っ張って三塁線、あらかじめ締めていたサードの野村です。